トリンドルナさんはひろゆきさんみたいな男性どう思いますか？結婚したいと思いますか？みたいな男性ってどういう男性を指してますかね？ でも私、ひそろれゆってきさ答んえのづこらいでと、すよね。いやいや、だって大好嫌きですっで、て言えないじゃないですか。いやいや、私嫌だったらちゃんと嫌だって言うタイプなので。いや、でも私、頭がいい人っていうか、バカじゃない人すごい好きなんですよ。なんだろう、バカは嫌いという表現を一生懸命、いろんな表現で言ってるけど、まあまあまあ、いいよ、そうですね。はいはいはい。わかなんかこう、まあ、話してて、はい、話してて、これどういう意味なんだろう、どういうことなんだろうって聞いて、それわかんないなっていうことが続きすぎると、はいはい、冷めちゃうというか、この人バカなんだなと思っちゃうんですよ。まあ自分もバカなのに。いや、だから日本の芸能界向いてなくないですか？なんかほら、バカな国とか。芸能界で恋人探さなきゃいけないわけでもないし、その芸能界全員がその大学、なんていうんですかね、大学行ってないとか勉強してないっていう人たちだけでもないじゃないですか。いろんな方がいるので。日本の芸能界って、例えば小島よしおさんとかも、おっぱっぴーって言ってるけど、あの人早稲田じゃないですか。うん、なんか、頭の悪いふりをなんか強要されるとか、頭の悪いふりしてる方が売れるじゃないですか。確かに。なんかただあれオリラジの中田さんもなんか大学ちゃんと言ってるけど、なんか武勇伝みたいなネタで、だからなんかその頭の良さを出さない方がうまくいく業界っていう感じな気がしてて、なんかでもそれこそあっちゃんも YouTube でね今すごかったりとか、うん、なんか芸能界抜けた後にすげえうまくいってるみたいな。そうですね、確かに。でもね、バカなふりってできる、きっと頭いい人でバカなふりもできるんじゃないですか。まあ確かに。まあ結局そういうことなんですかね。